両局八の木と常世神社、一族の不正のために領地を横領され、旧迫の生活をしていた武人佐野源左衛門常世が、大雪の日に宿を頼んだ修行者、実は鎌倉幕府執権北条時頼のために秘蔵の、盆栽八の木を焚いてもてなしたのが縁で表彰されたという、謡曲八の木の物語は有名で、戦前は学校の教材になっていました。これは出家して、西明寺と名乗った時頼の、開国伝説に基づいて作られたものであるが、常世神社は、常世が佐野の領地を横領せられて後住み着いたところと言われる。常世屋敷跡で墓は別に栃木県佐野市葛生町の、願成寺境内にあります。はあ、これ、執権ね、北条時頼もうね、出家して、西明寺と名乗った時、開国伝説ですね、諸国を巡り歩いてたんでしょうかね。もしかして66部の開国の、旅に出てたのかもしれませんね。常世さんね、時に、もう、ここにお屋敷を構えてたんで、そういった時にね、偶然、大雪の日にやってきた時頼さん。八の木をね、大抵もてなしてくれて、それを、なんていうかな、感激して、その後ね、出家してるとはいえ、元執権ですから。もう、いざ鎌倉みたいな感じで。出世しました。常世神社。なかなかこれは、いい物語ですよね。そちらがね、社殿のね、正面ですね。少し高くなったところにあります。そしてね、ここなんですよ。いつもね、ここ。右側にはね、扉を開けて自由にご覧ください。お帰りの時は閉めてください。素晴らしいね、その八の木のね、情景っていうかな。こうするでしょ。開くんですよ。立派ですね。ガラスでね。こちらがね、佐野源左衛門常世さんです。今まさにね、大切にしていた八の木を、薪にしてくべちゃおうかな、みたいな。そんな感じです。素晴らしい出来だね、この絵もね。ほんと写真みたいだね。左側の扉にはね、このような、花器もあるんですね。こちらは、佐野町第二町内、我が町の歴史と文化遺産。佐野の船橋のね、謡曲と、その八の木の謡曲。奇しくもね、この場所にね、あったという。じゃあこれちらは写真で補足しましょうかね。
まあ、そちらにね、まあ、可否はあるんでしょうね。どうしようかな、ちょっと上がっちゃおうか。感じ。まあこれいざ鎌倉の入り立ちでしょうか。どうだろう、わかるかな。これが社殿内ですよ。上り電車が来る前にね、ささっと読んじゃいましょうか。佐野の渡し駅の名称について、高崎市の佐野の地は古くから烏川の両岸をつなぐ渡河地点として、地域間の交通や経済交流に重要な役割を担ってきました。明治大正時代の記録にはこの地に渡船場があり、人、牛馬、荷車などを運んでいたとあります。また当時には謡曲八の木の主人公佐野源左衛門常世を祀る神社があり、能の舞台として描かれた佐野の渡りもこの一帯にあったと推定されます。奈良時代の万葉集の上野の国歌には、佐野の船橋の歌が収められており、古代にはたくさんの船を連ねた上に板を乗せた船橋が両岸を結んでいたようです。この歌は恋歌の名作として多くの文人墨客に影響を与え、江戸時代の世界的な浮世絵師葛飾北斎も万葉集を題材にした佐野の船橋の図を描いています。鉄道は地域と地域、人と人とをつなぐことから、地域に伝わる昔話になぞらえて現代の私の役割を担う駅となるように佐野の私駅としたものです。なるほど、まあ、船橋って、まあ、濁らないんですね。まあ意外とね、まあ濁って発音しちゃうときがあるかと思いますけど、あくまでも佐野の船橋です。先ほどのね、常世神社のところにも、まあこの常世さんの絵があったんですけど、まあこちらにはですね、まあ説明版。じゃあこの絵を写しながら読みましょうかね。原曲、八の木の物語。旅僧北条時織が信濃の国から鎌倉に向かう途中、神津の国佐野の渡りに着いたところで大雪になり、この地に立つ暴れ屋に泊めてもらいました。貧しい生活を送っていた主人は、暖を取るために大切に育てていた鉢植えの梅、松、桜をいろりにくべてもてなしました。旅僧が主人に名を尋ねると、元は佐野城の領主だった佐野源左衛門常世だと名乗ります。今は一族に所領を奪われ落ちぶれているが、いざ鎌倉に御大事という時には、真っ先に鎌倉に馳せさんずる覚悟のほどを語りました。ほどなくして鎌倉幕府より関八州の諸大名に三州の命が発せられました。常世は古びた武具に身を固め鎌倉へ馳せ参ずると、時折から呼び出しを受けます。時折は常世に、いつやの大雪の旅僧は自分であると告げ、覚悟の通り馳せ参じた忠説を称して、一族に奪われた佐野城の返還を安堵し、さらに梅、松、桜にちなんで加賀の国梅田の城、神津の国松井田の塩、越中の国桜井の塩を常世に与えたと言い伝えられています。なるほど、まあ、梅と松の桜の盆栽をね、まあ、燃やして暖を取ってくださったお礼に、まあ、加賀の国の梅田塩、神津の国松井田塩、越中の桜井塩、このような、まあ、謡曲八の木の物語がございます。ご視聴ありがとうございました。